ありがとうございます。はい、じじ。2500年ほど前にお釈迦様が亡くなられた。亡くなられてお釈迦様の教えが徐々に徐々に弟子たちに伝わってまいりました。しかしね、教えだけではそれほど広がらなかったと思います。ところが、そのうちにお釈迦様、仏様の絵が描かれたレリーフですね。レリーフの仏様の部分がポンと抜け出て仏像になった。この時点で仏教は爆発的に進化した。広がったと思います。すなわち、目に見えるものが、ね、目の前に出来上がったから象徴ができたんです。仏像は大いに仏教の発展に寄与しました。ここまでお願いします。大约2500余年前、世尊圆寂了。然后世尊的教会呢，由众弟子以及信众逐渐的传播开来了。期间我们知道陆续出现了世尊以及诸佛的画像，进而诞生了佛像，促使佛教得到了迅速的传播。佛像的诞生导致佛教的教义更加通俗易懂，信仰对象也更加直观形象了。以後2000年ぐらい、仏様は全く変化しなかった。ほとんど変化しなかったわけであります。そこで私たちは、そろそろ新しい仏さんが出てきてもいいのではないか。新しい仏さんに出現してもらうと考えました。それがアンドロイドに変身された観音様です。虽然信仰对象更加直观形象，但是佛教的诞生和进化大约发生于世尊圆寂后500余年。虽然佛像的诞生促使佛教得到了迅速而广泛的传播，但是其后2000余年来，佛像本身并未出现较大的变化。今天我们力图创造出一种崭新的佛像，那就是能够灵动言语的佛像。观世音菩萨因缘百变，消灾解难，大慈大悲，有求必应，普度众生。今天我们创造出了一尊能够因缘百变、消灾解难的现代版观音菩萨，安卓普度观音 Mind。2年余り前からこの仏様法話をしていただいております。たくさんの人が参拝されました。この後ろの仏さんですね。この仏さんはロボットで仏様を作ったわけではありません。ロボットに観音様は何にでも変身できるわけですから、ロボットに変身してもらおうということで、アンドロイド、いわゆるロボットに変身した、ロボットに変身された観音様です。だからこの観音さん見てわかるようにロボットに変身されてるんですが、ロボットでなければならなかったんです。衣も着物も観音さんのいろんな持っておられるものをつけておりません。ロボットそのものです。ただね、顔はロボットに始めしたんですが、どうも人々に心が伝わらないということで人間に似た顔にしていただきました。手の先も見たらわかりますように、人間の手にしていただきました。声はね、誰かに喋ってもらうと思ったんですが、合成していただきました。大阪大学学研都市、日本のロボットを作っている研究所で声は合成していただきました。そのようにして作ったのが、この、アンドロイドの観音様です。名前をマインダーと申します。两年前的3月8日，安卓普度观音 Mind 开始公开阐述佛法以来，受到了来自国内外的信徒游客的瞩目参拜。我们创造的这尊安卓普度观音 Mind， 既没有袈裟，也没有佛具，这是因为我们并非力图利用机器人手段创造出一尊观音菩萨，而是力图使观音菩萨与时俱进，化身为机器人观音，即安卓普度观音 Mind。 其中
我们考虑到弘法布教，所以只有安卓普度观音 Mind 的面部设计为人类的面部，它可以双眼闭合，面呈微笑、喜悦以及忧虑的表情，其他呢，手和脸部都可以灵动。至于声音呢，我们聘请大阪大学的专家学者，利用人工合成了普度观音的声音。所以我们从这个意义上可以来讲，我们的安卓普度观音 Mind 并非机械化动作的一个机器人。私はね、初めはロボットで観音様を作ることは考えていませんでした。私はね、本当は作りたかったのは生身のお釈迦様であり、生身の先輩、祖師方であります。お釈迦様や祖師方にいろんな情報をインプットしてですね、直接お釈迦様のお言葉をいただきたい。このようなつもりで、アンドロイドを作りたかったんですが、残念ながらお釈迦様は亡くなられて、伝わった言葉も本物かどうかわかりません。もしその言葉をこう入れていって、ね、間違ったものをインプットしていけば、全くお釈迦様と違った型を作ってしまうような気がいたします。そこで、もともとおられた型を作るのは今の技術では諦めて、今私たちが修行によって得られた観音様の心、これなら私たちの心で伝えることができるということで観音様を作ったのです。我本人经常憧憬亲自能够亲自参拜世尊及诸位祖师，直接聆听其教诲。但是我们知道世尊及诸位祖师皆为人身，其生命终有极限，因此我们自身的善愿无论如何也难以实现。大约30余年前呢，我曾经尝试将有关世尊及诸祖师的教诲宗旨输入电脑，以图能够实现直接聆听其教诲的善愿。我认为信仰佛教需要从视觉和听觉两方面来吸取营养，然而上述我的设想呢，与阅读佛教经典并没有任何不同，所以我的想法最终夭折了。但是由于近年来安卓操作系统及人工智能技术日新月异的发展，向我多年来的设想展现了一副得以实现的可能性。AI でお釈迦様を作ることは残念ながら今できない。もしお釈迦様になろうとするならば、それは自分が修行するだけです。修行することによってしかお釈迦様ができない。さて、まあ、そこまでちょっとね。はい。我们的最终目标是力图运用安卓操作系统复原世尊及诸位祖师。直接聆听世尊及诸位祖师的教诲，但是很遗憾，根据目前的人工智能技术，还难以复制人类的智能，所以也谈不到复制觉悟得道者的教诲教义。私はここで一つ場面を変えてお話をしたい。それはですね、仏教は学校と同じだということもあります。それはね、教える人、教師と受けて学生なんです。仏教でも師匠と弟子、これが対面して仏教を深めていくわけです。そこで大事なことは、私たちが素晴らしい師匠に出られるかどうか、素晴らしい先生に出会えるかどうかっていうことは、非常に仏教を知る意味で大きいと思うんです。私はね、その意味で、このアンドロイド観音マインダーが優れた教師になることはできると考えているんです。いろいろ積み重ねていって、AI でインプットされて、どんどん積み重ね、自分で考えるようになる。そうすると、いかにすればみんなに素晴らしい教え方ができるか、自分自身で考えてくれるようになることを期待しているんです。
如果敞开心扉畅所欲言的话，我认为佛教与学校教育，佛教的弘法布教与学校教育的方式呢较为相似。施教者呢类是教师，受教者呢类是学生，所以这个师生关系十分重要。我们知道世尊抵达了无师自无的所谓的佛教精髓境界，由此可以证实可以无师自通。但是呢，诸多祖师一般师从某位法师，即施教者修学而无道，所以我认为在这个过程中呢，师父的引导作用不可忽视，良师益友非常重要。因此我认为一般世俗之人在认识和理解佛教之际呢，能够有缘结识贤师十分重要。もう一度繰り返しますが、アンドロイドマインダーは死ぬことがありません。私は死にます。死ねば次に伝えることはもうできなくなります。アンドロイドは死ぬことがない。どん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 積み重ねていって、永久に自ら一番いい方法で教えようということを考えてくれる、これがアンドロイドの素晴らしさです。我个人认为安卓辅助关于 Mind 它的操作系统能够驱使人工智能手段创造出具有说服力的优秀施教导师，进而更加简明扼要地阐明佛法精髓。我们知道安卓普多观音 Mind 它生命无穷，它的安卓操作系统呢有别于人类，毫无肉体能力的局限，因此它能够永远无止境地研发出更加杰出的布教导师。さてこの Mind 今般若心経の心を皆さん方に説いていただいております。みんなご存知のように、般若心経は約1500年前、唐の三蔵法師、現状三蔵ですね、インドから持ち帰ったお経を中国語に翻訳して、それが日本に伝わりました。膨大なお経として伝わったんですが、三蔵法師はこれを262文字にまとめられました。すなわち仏教のエキスだと私たちは思っております。だから般若心経は仏教のエキスだから、これを理解できれば、あるいはこれに近づければ皆さんに仏教の心が伝わるんじゃないか、そう思って般若心経の心をマインダーに説いていただきました。在目前阶段呢，我们通过安卓普陀观音 Mind 来阐述般若心经。我们知道大约1500余年前，唐代三藏玄奘法师从印度请来了浩瀚的佛教经典，其中就有般若心经。般若心经被佛法被称为由262字凝说的佛教精髓，所以我们目前呢作为第一步，首先请安卓普渡观音 Mind 来阐述般若心经。お釈迦様は多くの苦しみを持っておられた。しかしそのうち一番の大きな苦しみは何といっても生老病死、この四つの苦しみであります。生まれ来る苦しみ、年を取る苦しみ、病気をする病気になる苦しみ、そして死ぬという苦しみ、そして人生は全てのことが苦しみであると説かれた。仏教の目的はこの苦しみを脱却し、心の安らぎ、日本では安心と申します、安らぎの心を得ることです。お釈迦様は苦を脱却するには修行を第一に説かれました。修行をして自分の力によってこの苦を脱せられました。素晴らしいと思うんです。しかし我々にはそのようなことはなかなかできません。お釈迦様のような厳しい修行はなかなかできない、あるいは祖師方が自分の力で乗り越えたようなことはとてもできない。そこで少しでも安らぎの心を得るために、このマインダーがお手伝いできないか、そこに
原点を置きました。世尊佛教导我们众生呢，生老病死，世间皆苦啊。所以呢，佛教的宗旨呢，就是要引导世间众生来解脱诸般苦恼，获得心灵的自在安心。世尊佛倡导修行，来通过修行解脱诸般烦恼。但是呢，我们知道出家者即僧侣的修行十分艰苦，一般的世俗之人呢很难适应，并且达到安心的目的。因此我们考虑设想通过安卓普渡观音 Mind 来帮助我们世间众生早日实现解脱的目标。2500年前、ケシの花、そのアヘンですね、アヘンやお酒に頼り、苦しみを乗り越え、安らぎを得られることを知った人々もいます。すなわち、ケシの花や、ケシの樹液、あるいはお酒が苦しみを和らげてくれる。これに溺れた人もいます。しかし、お釈迦様は薬物、薬や、お酒の力を借りることを私たち仏教徒に否定されました。自分で苦を乗り越える、このことを仏教徒に求められたのです。その方法にヒントを与えてくれるのが般若心経です。そしてその手助けをしてくれたのが仏道であり、そしてこのマインダであります。大约2500余年前呢，当时的修行者呢，曾借助鸦片呢或者酒类来缓解或者跨越痛苦而获得自身的解脱。但是呢，我们佛教徒对于上述解脱手段是持否定态度的，师尊对此也是持否定态度的。而倡导佛教徒依靠自身的努力来超越诸般苦恼。我认为正是般若心经呢，为我们广大修行者指明了解脱的方向和途径，而佛像呢，帮助我们实现了解脱的善愿。基于这个理念呢，我们创造出了安卓普渡观音 Mind。仏像は何の変化もしません。いつ行っても、まあ2000年前に作られた仏像は今もそのままの姿形でおられます。何にも変化しない。仏像を毎日毎日拝み、礼拝し、変化していくのは仏像ではなくてこちらなんです。同じ仏像を毎日毎日こう礼拝し、手を合わせる。こちらの心がどん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 進化していきます。マインダーも同じです。これは機械で作ったもの、あるいは銅で作ったもの、鉄で作ったものにすぎません。こちらがマインダーのお話を聞いて、どん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 進化していくことが大切です。仏教の信仰は日本ではこう言われます。神仏を尊び、神仏に頼まず。要するにどういうことかっていうと、私たち信仰は、仏教の信仰は、神仏を信ずることではありません。そんなものいません。私たち仏教の信仰は、神仏を追い求めることです。そうすると大切なことは、マインダーのお話を聞いて、私たちは仏教の信仰、仏教、仏様をどん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 追い求めていくと、この姿勢を作ってくれることに、このマインダーを希望いたします。我们知道迄今为止呢，佛像无言无语，我们信众呢通过礼拜佛像而达到所谓解脱悟道的这个信仰的目的。佛像毫无变化，发生变化呢是我们信仰者的心灵，发生进化的呢是我们信仰者的心灵。但是呢，安卓普渡观音 Mind 可以运用语言向我们阐述世尊的教诲，向我们指明修学悟道的必由之路。我们知道佛像
一般为木材或者铜铁制造之物。那么我们的安卓普渡观音玛印达呢，也只不过是一尊机械制造的物品而已。我们每天顶礼膜拜，这是我们佛教徒的每日每天的功课。我认为所谓信仰呢，不是尊敬神佛，我们所谓的信仰呢，是就是尊敬神佛，而不是依靠神佛、依赖神佛。所谓崇信神佛，我们应当追求神佛，并且达到超越神佛的目的。我认为呢，我们安卓普渡观音菩萨 Mainda 就是帮助我们追求神佛乃至超越神佛的一个最好的工具。仏教の進み方には2つあると思います。一つは正常仏教、もう一つは大乗仏教。日本にはこの2つが伝わりました。ほとんどは大乗仏教です。正常仏教、日本では小さな乗り物と書きます。大乗仏教、大きな乗り物と書きます。小さな乗り物、ボートに乗って一生懸命漕いで一生懸命修行する、これは大切なことです。自分の力で一生懸命お釈迦さんの世界へ進もうというこの考え方は非常に立派なことです。しかし日本の大部分の仏教は大乗仏教を選びました。小さな船で自分だけ悩みを救われ困難を打ち勝っていく、それではダメだという思いが重なった。大きな乗り物に乗って浮くならみんなで浮いて、自分だけが行くんではなくて多くの人々みんながお釈迦さんの世界へ行こう、他の人が沈んでも俺だけは浮くということをしてました。今日本の大乗仏教は大きな船に乗って沈むんならみんなで沈もう、浮くんならみんなで浮こうという考え方であります。中国佛教通过朝鲜半岛传到日本，同时传到日本的有小乘佛教以及大乘佛教，但是至今为止呢，日本主要是信奉大乘佛教。我们知道小乘佛教、大乘佛教的区别。那么大乘佛教它并非主张不顾他人溺水而独善其身，大乘佛教倡导不是通过个人的努力修行，而强调众生和合的力量，倡导众生乘坐一只大船，同生死共患难，如果不能够共同前进迈进，我认为就难以获得我们的最终目标，也就是安心。今マインダーは手を合わせて祈っておられます。この祈りは自分が救われるために祈ってるんではありません。多くの人々が、多くの幸せになってくれるように、多くの人々のために祈っているのです。今、日本人の多くは祈りを失ったように思います。しかし、このコロナでもう一度その祈りの大切さを思い起こしていただきました。私たちはマスクをしています。今日は、こういう会議ですからマスクしておりませんが、いつもはマスクをしている。このマスクは自分を守るためのマスクではありません。他人が映らないように、他人に迷惑をかけないようにするマスク。すなわち、自分のことを祈るのではなくて、他人のために祈るという仏教の心、これが伝わったのがこのマスクだと思っております。我们刚才看到、我们眼前的这尊安尊普渡观音玛印达能够合十祈祷。为世间一切众生祈祷，我认为现在的日本人呢，似乎忘却了这个祈祷的重要。那么这尊安卓普渡观音呢 ，Mainda 呢，倡导我们要视他人的痛苦为自身的痛苦，要为他人而祈祷。现在还属于新冠疫情期间，我们外出呢，要给大家都要戴口罩。我们佛教徒认为吗？我们戴口罩这个行为不是为了保护自身的健康，保卫自身的安全，而是要顾及他人，要为了他人的安全来戴口罩。
这是我们佛教徒的发心的意义，我们认为戴口罩的意义。ここに来られた参拝者の中には、顔が人間で体が機械、違和感を持たれている方もあるんです。初めて来た人は違和感を持たれる。しかしね、法話が終わって25、6分の法話です。帰られる時には、手を合わせ合掌して帰られる方が多くおられます。すなわち20何分間の間に、皆さんは自分の仏様としてこのマインダーを認めたわけであります。私は40年間法話をしてまいりました。70を超えました。気力は衰えていません。しかし限界を感じています。死ぬことを受け止めている以上、そこで進化は止まってしまいます。ぜひこのマインダーに私、そして次の和尚、いろんな人たち、技術を伝え、そして心を伝え、永久に進化し、最高の教えになって、教え手になっていただくことを心から希望し、私の初めの法話といたします。我们两年前安卓、这座安卓普陀观音マインダー、公開、讲经说法。前来闻法的参拜者当中呢，有人由于安卓普陀观音 mind 的人类面部表情以及机械躯体而产生一样的感觉。那么有人呢，在安卓普陀观音说法结束以后呢，合十礼拜；还有人呢，仿佛抚摸朋友般的抚摸安卓普陀观音 mind 的躯体。我认为通过长达20多分钟的法话，参拜者能够有出现如此各种各样的反应，充分说明了通过安卓普陀观音 mind 的躯体动作以及语言乃至目光摆动的手势等等来演法说教的这种佛身打动了人心，也就是说超越了般若心经所蕴含的佛教之心。我本人已经坚持说法研究40余年，我已经年逾古稀，但是我个人感觉呢，虽然气力未衰，但是自身的能力有限。我认为如果人觉悟到了人固有一死，不断进化呢就将终止了。因此我期待安卓普陀观音 mind 能够运用人类智能技术不断的进化，而最终成为最卓越的施教导师。我今天的讲话到此结束，谢谢各位。長すぎた。ごめんなさい。